このシリーズで群れというのを扱ってるんですが、ここで我々が非常に気を配らなきゃいけないのが、ヨーロッパがですね、イエス・キリストがお生まれになり、いろいろ人生の奥の奥をですね、いろいろ話されたのは大変に良かったんですが、やっぱり人間というのは、イエス・キリストのような偉い方がですね、言われたことを十分には咀嚼できないわけですね。今の、信じてる方には大変に失礼なんですが、ローマ法王なんか見てますとですね、私が、新約聖書を読んで、イエス・キリスト様がですね、どういうことを言われてるかと、いうことの私の理解とは遠く離れております。多くの枢機卿とかいう人がですね、権力を争ってコンクラベとかにやってですね、法を選んだり、その法王の格好もですね、イエス・キリストの粗末な格好から言えばですね、本当にこうイエス様がダメだと言っておられるようなことをやっておられる。しかもこれはキリスト教の伝統ですから仕方ないんですが、女性がほとんど一人もいないとまあいうことでですね、本当にこうそれでその女性が一人もいない、そういう差別的な取り扱いをしながらですね、これはもう日本と全く違うんですが、そのキリスト教の信者の方がですね、日本の女性の扱いが変だとか言っておられますけど、何言ってんのっていう感じなんですが、日本人はまだヨーロッパ人を偉いと思ってるんですね。ですから、特に左翼の方、リベラルの方、インテリの方はですね、ほとんどがやっぱりヨーロッパを尊敬しております。これは私はそういう友達がいっぱいいてですね、ヨーロッパアメリカに留学なんかして学んできた人、それからドイツ哲学とかイギリス文学なんかを専攻されている方を見ますとね、ヨーロッパ人を尊敬するのも分かるんですね。自分たちの頭脳よりかヨーロッパ人の頭脳の方が優れてるので、人間はやっぱり優れてる人を尊敬するというのは仕方ないんですが、しかしそのヨーロッパというのは大きな傷があるわけですね。それは1000年以上に及ぶキリスト教というかイエス様は全然関係ないんですけど、イエス様の言ってることを間違って受け取ったヨーロッパの中世というものが非常に圧迫的だったので、イエス様はそんなことないんですよ。結構お酒も飲んで、食べ物を食べて、楽しんで人生を過ごした方なんですが、やっぱり人間は抑圧的になっちゃうんですよね。暗い修道院にこもって結婚もせず、暗い人生を送ったと、そういうことがベースになって、やっぱりイエス様の言うことがあまりに素晴らしかったので、それを咀嚼できなかったんでしょうね。それでルネサンスから始まった近代ヨーロッパっていうのが、実は個人というものを非常に主張するんですね。人間は個人である。それは大きな間違いなんですね。人間というものの存在、構造、心、脳というのを考えますとね、このブログで言ってますように、単細胞生物から多細胞生物になり、多細胞生物が群れを作って、多細胞生物の多細胞生物、つまり超生物、ここで超人間というのはそれなんですが、一人の人間ではないんですね、私たちは。だから群れというものが非常に大切であるわけです。今は今度男女と家庭というものを取り扱いますとね、もちろんこじれてる正常じゃない状態の場合は別にして、やっぱり一人よりか、愛し合ってる男女、もしくは親しい男女、それがですね、二人の方がなんぼか楽しいんですよ。それは家庭生活をしてても、それから旅行に行ってもですね、何をしてもやっぱり頑張る時も二人の方がいいんですね。それは私の言うことを古いと取られるかもしれませんが、よく落ち着いて聞いてほしいんですが、家庭でもですね、これ役割分担とかそういうケチな話じゃないんですが、ちょっと女性の方がなんかあなたこういうの食べたい、私作ってあげると言ったりですね、
男性がですね黙々と風呂をきれいにしたりするっていうのはいいことなんですよ。これは辛い仕事は常に男性がするというのもですねいいんですね。もちろん愛し合ってりゃもっといいんです。だけどまあ親しければいいんですね。憎しみあってなければ。それから家庭つながまたよくできてるんですね。もちろん生物ですから巣ですね、鳥の巣でも何でも動物の巣でも巣というのが基本なんですよね。だいたいね個人が基本なんて誰かバカな人が言ってるんですけど、バカっつったら失礼なんですけど、それはねあまりに生物というものを知らない観念的な頭で考えたものなんですね。個人という存在は人間にはないんですよ。実は個人主義とか個人を大切にするなんていうのは人間という生物の概念にはないんですね。まずオスとメスなんです。これは2人でしょ。それから家庭ですね、これは巣ですからね、男と女と子供、時にはばあさんじいさん、まあたまには親戚、例えば狼なんかそうですね、結婚して狼が結婚してその縄張りを出ていっても何かの関係で変なことが起こった場合はその嫁いだ先の娘とか息子とかいうのはやっぱり家に帰ってくるんですよ。どなたか偉い学長さんが言われたように、家庭とは川のようなものである、まあ、そこで流れながら成長しそして巣立っていき、そしてまたある時は家庭に帰ってくる、川に帰ってくると言っておりますが、ある意味じゃやっぱりそういうもんですね。これもやっぱり群れなんですね。それからやっぱりこのご近所様というかですね、近所、友人、それから会社、お付き合いの先、これみんなですね群れなんですね。この群れというのがまたいいんですよ。まあ、下町だったら向こう三軒両隣、まあ、これ大切ですね。いやこれはねインテリの山手でもそうなんですが、インテリの人たちは個人が大切だって頑張るもんですからギクシャクしちゃうんですよ。いやまあそれは向こう三軒両隣がにこやかにそれぞれの分を守って群れとして生活すればいいに決まってるんですよね、そんなのは。そして国家ですね、やっぱり国というのが一つの単位になります。もちろん宇宙人が来れば地球世界グローバルってことになるんですが、宇宙人でも来なければやっぱり世界というのは群れを越しちゃってるんですね。ですから、まあ、今昨今のようにグローバリゼーションというのが単なるアメリカの大企業の儲けだけに終わってしまって、世界の人たちを悲惨な目に遭わせたと、まあ、いうことも納得できるわけです。宇宙人が来なければ群れというのはですね、ペア、男女のペア、それから家族、それから友人とか向こう三軒両隣とか会社の人たち、かけがえのない友達、また仲間がいるわけですね。そして、まあ、国ですね。これをこの方が個人よりか上にあるんですよ。実は私たちはですね、私自身の喜びよりも愛する彼女の喜びの方が嬉しい、私自身の喜びよりも子供の喜びの方が嬉しい、そして、友人に幸福が訪れたり国家が繁栄したりするともう無性に嬉しい。つまり我々はですね、もうすでに超人間なんですよ。人間ではないんですよね。だからまあよく言うように他人に感謝しなさい、他人に感謝する、これが大切で自分の幸福になる、人のために献身しなさい、身を捧げなさい、それがあなたの幸福になる。これはどうしてかって言うと、我々が群れの一員だからですね。ですから、まあ、今はですね盛んに個人というものを強調して、まあ、これ浅はかな頭脳、全然生物も何も分かってない人、生物もイエス・キリストも分かってない人、両方とも分かってない人が個人主義、個人が大切だと言って、まあ、戦争の後日本を破壊してきましたが、もうそろそろ本当のことに気がついて群れを大切にする、男女、家庭、友人、
隣近所、そして国家、それを大切にする、自分よりか大切にする、そういうふうに向かっていかなきゃいけないと思います。